赤ようも青ようも清きまめくん。いやあ、刹那圭介だよ。いきなり俺の顔がドーンと出てきて、ごめんなさいね、視聴者の皆さん。見苦しいでしょ。今回は、久しぶりに自分のワールドに戻ってきて、作業をやっていきたいと思います。よっしゃ。じゃあ早速準備します。今回、はい。とりあえず、今回、ちょっと道具を揃えながらやっていく。言っていくけど、今回はネザーに行って、ネザーのちょっと自分の拠点っていうのをちょっと俺なりに作っていきたいと思います。拠点ね、なんか視聴者さんのご要望つうかアドバイスというかやってほしいですって何聞いたところ、なんかネザーの拠点作った方がいいですよ的なことを聞いたかな。なんでちょっとネザーで拠点を作りたいなと思って、一応防具つけとこう。敵がうようよ言いそうやけんね。さてやっていきましょうや。まずは聖地やね。聖地のためにツルハシを持ってきましたとさ。とりあえずこっち側を平らにしていきたい。まずこの辺の拠点でどんな方に作るかわからんけど、とりあえず入り口付近を整えておいた方がいいっていうこともなんか視聴者さんのアドバイスであったんよね。なんでもなんかここら辺にガストが生まれて、ガストの火でこのゲートをぶち壊される可能性もあるってことで、そうしたらもう帰ってこれんやんって話ね。で、死なな帰れんやんって話。そんなことを視聴者さんに教わって、まあありがたいことに俺はそれを聞き入れており、ありがたく聞き入れております。あー、こんなところ用があったんじゃ。こうはラックいるね。ラックで埋め立て作業もしなあかんね。あってた。とりあえずここら辺平らにしてから、ここら辺の壁も置けな。ほんとガストが出てきた時に、あ、ちなみに弓矢を持ってきたのはガストとある程度戦えるようにですね。とりあえずここら辺壁作って、そんなに広さいらんと思うんですけど、とりあえずそこそこの木材はあるけん、一応それなりの建築はできると俺は見ております。俺は建築センスはありません。なのでどっちかって言ったら別荘みたいな周りが木だらけの建物、もうぶっちゃけ壁さえ作ればいいような気がしてくるレベルです。でやっております。よっしゃ、とりあえずこんな感じで一段下に木を埋める置くスペースができましたんで、あとは埋め立てながら木を置いていって、まあ建築です。そのあたりはちょっと家作った時と一緒かな。まあそういうわけなんで、広さどうしようかなっていうのはちょっとおいおい考えていくとして、とりあえず埋めて埋めて埋めまくるんですよ。埋める神様せつけですよ。埋めスペックん埋めステップ埋めステップって何？埋め干しステップの神様みたいになったね。埋め干しステップの神様やって、なんか語呂はいいような気がするよな。埋め干しステップの神様、想像してみたらさ、埋め干しステップってなんだろうなってなるけど、それ言うたらバックステップの神様やって、何それってなったよな。みんな視聴者さん初めて見た時思わんかったかな。何それ超ウケるんですけどって感じでウケた感じかな。自画自賛してるよ。自画自賛してるよ、自分のネタを。あ、ここ階段作っておいて下に降りれるようにして、それに合わせて
壁も作っていく感じにしとくか。そうしたらなんか便利やし、便利やし、便利やし、そうやな。てか後で階段も持ってこようか。便利やね、そうしとった方が下に降りやすいっていう点で。つかここに家みたいな別荘的な拠点建てるんでしょ。だとしたらこの溶岩が隣にあるってどうよ。湖が隣にある感覚で溶岩が隣にあるんやけど、不穏やな。なんか地震が起きて崩れたら溶岩に家が突っ込んでいくような感じになってますけど、大丈夫かな。他のマイクラフターがどんな感じでネザー拠点を作りようかわからんのですけどね。とりあえずここを拠点に要塞攻めていくようなことはちょっと今後の展開としてありだと思うんですよ。勉強してないんだ。ネザーの拠点のノウハウっていうのを勉強してないんだ。自分の建築センスだけで全部補おうとしてるんだ。偉いでしょ。あれ、なんでブロック、あ、俺もしかしてあれじゃない、この前ネタ取った時にあれじゃないかな。ほら、アドベンチャーにしとったわ。サバイバルじゃなくてアドベンチャーにしとったわ、これ。道理で体力も減らんなと思った。ネタ取るときにさ、ゲームモード変えて、クリエイティブにするとかあるんですよ。そのクリエイティブにした後に、サバイバルに戻したと思ったら、実はアドベンチャーにしとったんやね。なるほどね。裏話。表の舞台で裏話。堂々と話してるよ、クリエイティブ使ってること。まあ大体の実況者さんネタとか撮るときはやっとんじゃないかな、クリエイティブ使うとんじゃないかな、クリエイティブ。そう考えたら俺だって使ってもいいでしょうって感じです。ネタ作るときはクリエイティブ使ってますよ皆さん。ここをちょっとカットして、てかもういっそのこと階段も気にしとけばいいか。そうやな、そうや、そうしよう。そうしようと、太郎さんも、花子さんも、ジョン・マイケルさんも。ジョン・マイケルさんって何、知らん名前、知らん名前2つつなげたな。あれ削り方おかしいな、今。まあいいか。あとで微調整。あ、ほら、見てみ。これ掘りすぎとるで。一段掘りすぎとるで。ちょっと待って、俺ちょっと待って、自分で何しようん、これ。よし。階段の邪魔になるってことを考えて、ここから道、壁にしとくか。そうしようか。いいね。なんか、発想がどんどん出てきますね。だから、マインクラフターは発想力が高いっていう、巷で有名な話。まあ、そういうことですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、こんなところで死んでられん、そんなところで。ちょっと、アイテム全ロースト。やっちまったよ。持っとったアイテム全部なくなった。建築資材全部、ほとんど失ったんじゃん。全部ではないけど、かもしれんけどさ、ほとんど失ったんじゃん。いけるん。やばいって。まだどんだけ残っとんかわからん。階段こういう時に便利。結構消えたし、ピッケルと剣消えたやな。結構重要なもん消えとんじゃないか。そう。ピッケル今いらんのかな。屋根崩すんで使う剣取ってきます、作ってきます。では完成した刹那圭介の別荘もといネザー拠点をご覧に見せましょう。タタンタンタン。あら、ドア開けっぱなししてますね。
な、さすが刹那圭介の手だらけです。中はこんな感じ、中はこんな感じでございます。このように窓を取り入れ、外の日光を中に持ってこれるようにしてあります。そして注目すべき一つ目の点はここ、まだ開通はしていませんが、今後時間があるときにこまめに作業を進め、向こう側に開通するトンネルを作る予定です。通称逃げ道、退避路、非常口といったところでしょうか。非常経路ですね。そんな非常があるかわかりませんが、そして次ここです。ここは名物の歌詞と言われております。見てください、懺悔の丘です。何か懺悔することがあるとき、ここから飛び降り懺悔を始めます。ここで懺悔していったものは数知れずという設定にしておいてください。この二人はここにいる門番とでも言っておきましょう。ただいただきです。そして橋を登り上に登るとってなんか知らんかわからんけど、このように屋上に着くことができます。屋上ではガストを討伐するための糖度打ってきましたね、ガストが。早速柵が壊されてしまいましたね。後で修復しておきます。今はガストと戦う術を持っていないので無視して紹介を続けます。この壁はガストからの攻撃を防ぐため、自分の身を防ぐために取り入れております。どんどん壊されておりますが紹介を続けておりいきます。この壁を使いながらガストへ矢の一撃を放つのです。また撃ってきましたね。今回は大丈夫でした。てか燃えてる、めっちゃ燃えてる、えらい燃え方してる、俺も燃えてる。しかし気にせず紹介を続けていきたいと思います。 HP 大丈夫かしら。大丈夫でしたね。この拠点が気に入ったのか、何匹かこのようにゾンビビッグマンが住み着いているアリ様、ここは俺の別荘、ネザー拠点です。しかし怒って殴りかかると反撃してくるのでやめておきます。木材がこんなに落ちてます。後で修復しておくことにしましょう。そして動画中でもご紹介した通り、ゲートはネザーゲートはこの通りど真ん中にマウント、ネザーゲートを見立たせるようなそういう自己満足が現れているような気がしました。というわけで刹那圭介の拠点紹介、最後は玄関の前でお会いとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週上げ。私刹那圭介ですが、ここで懺悔をしていきたいと思います。懺悔をする内容としては2つ。まず1つ目は、ネザ勢として視聴者様に不快なことまで喋っているという、ネタ勢だからとはいえ不快なことを喋って笑いを取りに来ている刹那圭介という性格、これを懺悔していきたいと思います。以降はデリカシーを持ってデリケートにネタを放出するように心がけていきたいと思います。ここにこれまでのデリカシーゼロのゼロデリカシー節計丸の
懺悔を取り払いたいと思い、ここに立っている処分でございます。もう一つ懺悔したい内容としては、昨日弟のおやつを無駄に食べたことを謝罪して懺悔したいと思います。弟は大切にしましょう皆様、というわけで懺悔を執行いたします。ピューッ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那圭介の動画を見よう。刹那圭介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。